アムトトムです、やっほー。こんばんは。そう、今日は、あ、皆さん今日は何の日？お？なになになに、あ、さすが、今日はセンチメンタルトレインの発売日です、イエーイ。ということでね、そう思い立ってショールームしました。そうメール来た？そうなのよ、あれも思い立ってやりました。そうセンチメンタルトレインの発売日で、そう今日は発売日なんですよ。だからね、まあそうメールではね、もう多分皆さんのもと撮ってる方のところには届いたと思うんですけど、そうまあ発売日ということで皆さんのおかげでね、あの曲センチメンタルトレインを7位という順位でね歌うことができたので、今日はメールを7つ送ってみました。珍しい、本当に多いなって思ったでしょって、そう追い上げがすごかったのね。そう、途中今日ね、そう遅れたらいいなって思ってたの。でもそう今日からね、マジムリの稽古も始まって、全体だと昨日からかなやってたんだけど、今日は私は今日から参加して、間違いかと思ったって。そうそう、だから遅れどうかなって思ってて、結構分かんなかったから、その時間の感じとかね、その合間でモバメを打つ時間があったりするのかとかね、あったから、そうどうしようかなって思ってたんだけど、そう帰ってくるまでに3通くらい送っていけるなって思って、最後ババババババって送っちゃった、ごめんね。スパムだと思ったでしょ、申し訳ない私でした。そう最後のメールはね、最後打てたら送ろうって思ってたやつだったから作ってあったんだけど、そうそこまでどうしようって思って。そうまあたまには。そうでもそうですね、やっぱりね久々の選抜だったので、そう皆さんのおかげでなれたので、こういうちっちゃい楽しいことをたくさんね、ちょっとでもやっていけたらいいなと思ってやってみました。あ、ちなみにね、今日のこのショールームはそんなに長くやんないよ、20分くらいって思ってたから、まあ40分くらいまでやろうかな、40分45分くらいまでやろうかなって思ってます。はい、そう明日もね公演だからね、そう明日の公演の練習しなきゃいけない私この後。そうじゃん、ちゃ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 、爪折れた。そうふふふ、明日、そうね明日公演、あ、女性限定公演なんだよね。そう今日話しててお代理とかと、あ、そうだ女性限定だって、初めてだねって言って、そう男性の皆さんはオンデマンドでぜひ見てください。そうミネルヴァ以来、あ確かに、っていうかそもそもミネルヴァ全然やってないね。そうでしたそうでした。女性限定公演の楽しさは何？なんだろうね、別に
あれだね、なんて言うんだろう、いつもと違う感じがとっても新鮮よねそう、なんかそういう括りにするとさ、なんかちょっとした一体感生まれるじゃない、ああいうのいいよねなんか女性限定公演もそうだし、なんか誕生日の公演とかもさ、なんかちょっとした仲間意識じゃないけど、なんかちょっとした団結感生まれるじゃない、お客さんの中にもね。そう、そういうのが好き。そう、黄色い声援ね。そう、いつも聞かないからさ、いつもうわーみたいな感じだけどね、そういう時はキャーってなるから、あ、違うってなる、みんなで裏でね。そうそうそう、メンバーのテンション高い。ああそう、まあでもやっぱいつもと違うとね、テンション上がりますよねそう、女性になりたかった。そう、そうか、そういうもの。まあ明日だけ、1日だけ何になれるとしたらって、今考えたらまあ女性になりたいっていうのはまあ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 って感じそう、え、でもね、あれとか好きだよ、深夜公演とかなんか前やったよね、楽しかったよ、あれはあれでそう、最近やんないね。あとなんかすごい若い人限定、あ、おっき、なんかお子様限定公演みたいなのもあったよね、お子様だっけ、小学生未満みたいな。そう、20代公演、そうだ、チャイルド公演だ、チャイルド公演ね、とかあったよね。そうそうそう、シニア公演とか私結構好きですよ楽しい。あ、なになに、あ、ちょっと待って、タワーが来てるんだけど読んで、みんな、じゃ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 ってっと、んほう、ジェイド、ジェイド、ジェイズ、ジェイ、ジェイディット合ってるのかな。3、タワーありがとうございます、カムサムギナー、ありがとう、ごめんね、いつまで経っても読めなくて。ジャデット、ジャデット、ジェイド、みんななんかいろんな説があるね。ジェイド、あ、カムサムギナー、イエーイ、あはん、チオリのファン、あら、みんな違う、いろんな説ねロンリロンリロンリ、かわいいよね、あの曲もそう、なんだっけ、あ、みんなに40分になったら教えてねショールームフォローしました、あ、ありがとうございます。あ、そう、意外とね、私ね、あの紹介文みたいなやつちょこちょこたまに見たりするんですよ、いろいろ書いてくれて、それこそ韓国の方とかもね、英語とかでも書いてあって、あ、すごい、いつの間にか国際色豊かになってる、嬉しい、ありがたいやって思いながら見てました、ありがとう、本当にそう、あ、センチメンタル生写真トムが出ましたって、イエーイ、嬉しい、なんか水色のやつ着てるやつだよね、多分、そう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 、あれね、よかった、今日早口だねって。そう、たまにあるよね、早口の時
まあまあキャラには出なかった。あら、そう、でもなんかCD 屋さん、 CD ショップとかで買ってもついてくるやつ確かあるから、その選抜だけのやつだから、ぜひそっちもよろしくね。ミーヨンとだったかな、誰とだったかな、そう多分。お、またタワー、あ、 LMH アットツツダンさん、ツツダンさん、あー、カムサムギだ、待って待って待って、いっぱいタワー立ってる、カムサムギだ、ちょっと待って、タワーがいっぱい、何事、え、あ、え、3本、LMH ツツダンさん3本タワー、へー、ありがとう、カムサムギだ、イエーイ、ハート、はいありがとうございます、すごい、ほらたくさん急ににぎやかに、そう、トムちゃんの声好き、ほんと、え、嬉しい、ありがとう、目すごい細くなっちゃった劇場版でトム入ってたよって、イエーイ、画質落ちた、うん、なんかね私の部屋 Wi-Fi 微妙なのよね、舞台行くねって、画質悪い？なんかできるかな？いや、やめよう、ちょっと怖いんで。良くなった？最近画質悪い、それは私の部屋の Wi-Fi の環境が悪いんだな、ごめんね。じゃあちょっと待って、一瞬切るわ、そしたらできるかもしれない、そう、断層本当よかった、そう心配だったんですよ、ちびっこだからねそう、センチメンタルトレインね、うん、やばい、練習しなきゃ、タンバリンやればよかったのに、あ、そうだタンバリンねこの間のニコ生、そうなんですよ、ニコ生でね、そう、ニコ生女子会っていうのをやって、この間横山さんとミーヨンと小木ゆかとね一緒にやってたんだけど、そう、タンバリンゲーそう、タンバリンなんて普段やんないからね、言っとくけど、チカ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 、そうそう、絶対私じゃないと思ってたのに、最後の最後でね、八つ橋が出てこないっていうね、今も若干出てこなかったけど、そう、ルージュの伝言しか出てこなかったもはや芸人そう、ほんと八つ橋のせい、これな、これで伝わったの面白かったけどそう、いやだからね、やったこと、あ、タワー増えた、お、あ、トナカイサンタさん、あら、どうもトナカイサンタさん、ありがとうございました、わ、イエーイありがとうございます、どうもどうもそう、三角だから生八つ橋、そう、生八つ橋ね、そう、いやーね、いや私ね普段タンバリンとかしないんですよ、でもね多分なんでタンバリンあんなになんかチャカチャカできたかっていうとね、多分だけど私ね音ゲーめっちゃ好きなんですよ、あの太鼓の達人とかね、前私まだねショールームが始まったくらいの時に
え、じゃあ太鼓の達人ここでやろうって言ってフライングゲットならできるかなって思ったらバンされたっていうねのありましたけど、そう、あの音ゲーすごい好きで、あのなんだっけ、結構ね太鼓の達人もね鬼とかできるくらいね好きなのよ。だからあの多分そういうチャカ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 みたいな連打みたいなっていうノリでやってました。今度やろう、みんなでカラオケ行った時。全然どこで行かせばいいの。カラオケ配信やった時にですね、今度きっと私のこの特技タンバリンが切るとびっくり。そうそうね、止まったね、びっくりした。私もなんか前こういうことあったよね、なんかチカチカめっちゃなって半切れで私が終わらせた気がする。そう、あ、そうだ、これこの間も言ったけど、その公約、選挙の公約のお手紙のやつ、ちょうどあと締め切り1週間なので、皆さんよかったら引き続き応募待ってます、よろしくね。そう、よろしくお願いします。これで雑誌はまあお金とかもかかんないしね、ピッてやるだけなので、あのまあせっかくなのでぜひぜひ申し込んでみてください。はい、じゃあ最後お立ち台の皆さんの名前を呼んで、お、結構応募してよって人いっぱいいる、ありがとうございます。じゃあ名前呼んで終わりにします。いきます。13位ジンさん、12位白熊は明日リセット行きますさん、おお待ってます。リセット女性限定だからね、待ってます。11位パピトムサホリンゴさん、お、いつもありがとう。10位くぎちゃんさん、9位スワンさん、8位のむのむさん、7位ハッシーさん、あれこんなあかん、こんなあれだったっけ、四角いのだったっけ、6位すずっぺわらびもちさん、ぐでたま、5位さちままさん、いつもありがとう。4位こういちさん、3位えつさん、お、おなじみこの辺は。2位はっなんだっけ、ジェイティットさん、カムサムギだー。1位、LMH あとつつだんさん、カムサムギだ、ありがとう、タワー3本も立ててくれてね、ありがとう、ありがとうございました。はい、ということでね、短い間でしたが見てくれてありがとうみんな。じゃあセンチメンタルトレインいっぱい聞いていっぱい好きになってください。ありがとうございました。またね。バイバーイ。